はい。えーと、ちょっとね、バックの方に <laughs>、あの、スーファミのソフトとかは、じゃじゃルくんとかありますけど、えー、ちょっと散らかってるんで、えー、ちょっと別の角度でやりたいと思います。で、大阪城法人で買ったやつ、えー、を公開したいと思います。えっ、ー、と、この手下袋を入れての12点なんで、手下袋なしでは11点買ってるんで、えー、まずそちら公開していきたいなと思います。まだ開けてないんですけど、公開されたやつか。あ、これか。 これはね、あの、原品しかなかったんですよ。はい。えー、これが2750円ですかね。えー、商材、龍、えー、竜亀。あの、これがメインだったんですよ、自分。大阪行った、えー、大阪城行ったの。あの、宝くじはついでに買うっていう。これが欲しかったんですよ。前回購入しに行った時に、竜の頭で、あの、亀のやつが気になってたんですよ。で、 あの、もっと種類あったんですけど、前回は。これ、1点しかなかったんですよ。あのー、それしかなかったんで、あのー、原品のみでこうやって飾られてたんで、で、これがほ、これ買ったらちょうど自分で売り切れましたね。えー、これ、これですね。これに水廃で水あげたいなと思います。えー、じゃあ続きまして、2点目。お、これはくるんでくれたな。 あ、これあれだな。七福神かなんかな。あ、これはこれですね。あの、こういう感じのやつ。これがいくらかな。ちょっと、い,いくらかちょっとわかんない。あの、千円、ん千五百円くらいしたかな。はい、えー、続きまして、はい、えー これ中国なんですかね台湾なんですかねなんか文字が違うんで輸入のものでしょうね。あ、これですね。これとまた違うやつです。こうやって2つ並んでたんですよ。えっ、ー、と、売り場の方に。これがなんかトに見えたんだけどトじゃねえな。なんか、セイントスイアのオルフェイスそんなわけねえか。オルフェイじゃねえか。えっ、ー、と、あとこれですね。えー、それで今3点ですかね。 えー、4点目。あ、これは、狛犬みたいなもん。小さ、え秘球って書いてあるな。商材秘球。なんか難しいしな。秘球っていうのがちょっとよくわかんないこれいくらだろうえー、これでかいやつだから、あれかな。えーっと、これは、金の虎ガラス台。あ、ガラスなんだ、これト。虎ですね。 トラです。金の。えっとね。これもあの、A と B っていうのがあって、飾られてて、で、A の方が、違いがわかんなかったんだけど、A の方がこれ原品しか置いてなか置いてあったディスプレイだけだったんですよ。だから、あーなんかここになんかあったような気がする原品のみのトラですね。B のやつと区別がパッと見わかんなかったんだよ。ああ、じゃあ A、 えー、一点ものなん、一点しかないんだったら、ああ、もう、え、えー、でって言って買ったんですね。た、高かったかなで、えー、っと、2 4,、4、5、6点目かもう6点 ?6 点目かな。えー、っと、あと、これは、イ犬ですかね。あの、神社とかの、 ある、取りくぐったらある、両サイドにある鳥居みたいなもんですあ、鳥居じゃない、あのー、駒犬みたいなもん。駒犬だと思う。あれってことは、これで2、4、6点の、あれ7点目。あれこれはちょっとわかんないな。これ台座だな。俺こ,こんなの買ったっけ買ってないと思うけど、なんかの台座、あ、これだ。 これがね、これが原品。あのー、これも1点しかなかったんですよ。えっ、ー、と、これ開けちゃうガラスなんでね。あの、こう乗ってたのかな。これディスプレイで、あの、ショーケースの中に入ってたやつなんです。それ、原品1点しかないって言われて、これですね、カエルですね。はい。こうした、カエルの、 小、小、うん、材、商材、ええー、の買えるみたいですけど。俺もこれ、前回行った時なかったんですけど、新商品みたいですね。あの、人気あったら売り切れてるみたいです。これで、2、4、6、7点終わったかなあれおかしいな。8点目。8点目になるのか、これ。あ、これだ。えー、っと。 これついてんの何これなんかついてんのああ、これあれか。貨幣がついてんのか。その、えっ、ー、と、お金がついてんのか。え、カエルですね。あ、これ770って書いてありますね。商材線、ああ、カエルです。カエルです。カエルみたいです。で、えー、 8点え9点10点。あれ ?9 点10点がね、これさ、あの、水杯を2つって言ったんですけど、もっと買った方がいい方かもしんねえなぁ。ガラスなんで、あの、ガラスなんでね、あの、エアーキャップで巻いてくれたんですけど。開けねえん。あ、あ、開か。これ、こういう、ガラス、いつもね、俺ガラスじゃなくて、えー 鉄物のやつを買ってたんですけど、ガラスは初めて買ったんですよ。これを2点。えー、これで何なんだろうあれこれで終わり ?11 点ってなってたよな。で、これはおまけで、えー、ノベルティで、えー、古戦のやつ。これ持ってるんだけどね、あのー、3つぐらい持ってるんだけど、あの、 アマゾンで買ったやつもあるし、前買ったらこれ、ノブリティで付けてもらったのもあるんだけど、これが付いてきました。あれおかしいな。こんなもんか。あ、もう一個あるなあ。あとこれか。鈴買ったんだ、これ。これちょっと中山ライブとかでも、あの、鳴らして、鳴らしたいだなと思いますけど、この鈴がね、<laughs> この鈴だけで330円するんですよ。あ、我慢になったのさ、ね。 あの、ガマ財布みたいな。財布で言うとガマ財布みたいな。まあ、カエルっぽい。まあ、よくわかんないですけど。これ、鈴です。これで11点になったのかな以上ですね。はい。以上、えー、大阪城本陣で買ったものです、えー。これで当選目指していきたいと思います。